柱の名前を手に入れた。これなら無惨様も喜んでくれるだろう。無惨様、柱の名前リストを手に入れてまいりました。アーカザよ、名前を読み上げてみろ。かしこまりました。何、振り仮名が振ってないのか。この柱の名前は時すけなし一郎。珍しい名前じゃないか。次はもっと複雑です。東獄庵図次郎。もしやこれが教授郎か。赤座よ、柱の名前を全部早く言え。ひらがなのやつを選べばいい。ガチョウシの部分を書き刻む。ふを書きだと柱に外国人までも入れてるのか。後がやばいぞ、マジでムズすぎるわ。色黒しょっぱない。変だな、そいつの名付け親。こいつの名前はなんだっけ。ふを書き刻む。赤座よ、本当に合ってるのか。間違いありません。薄いてっぺん、そいつハゲとんのか。おそらくそうでしょう。悲鳴に仰天、その名前ふざけとるな。あとは女が二人ほどいました。アマテラス三つ子と藤川ミミの九人です。一番気になる柱はな、ふをかきいさむ。イサムを連れてこい。これが上弦たちの名前か。俺は漢字が読めないんだ。それなら俺が読む。この鬼の名前は半ば天狗。天狗にはまだなりきれないのか。そんなところだろう。上弦一の名、黒毛和牛だ。富岡どうして字が読めるんだ。繰り返し繰り返し漢字は覚えるだけ。品津川もできるさ。上弦の六の鬼二人いるというのか。織姫彦太郎歩兵。上弦さんの名はかごづわり。生まれて間もないのか。煉獄が苦戦したのは。そんな可愛いなの鬼とは意外だった。これは壺だけどことも読める漢字だ。ゆえにおそらく玉子。音読みと訓読みが漢字は入り乱れる。富岡すごいやつだ。上弦の二の鬼はどまかはアッパ磨き。さすがに難しい。どっち磨きだろ絶対に。俺もそうだと思う。まずは煉獄の仇を取ろう。赤子座りをすぐに倒そう。
無惨様、柱の写真を入手してまいりました。赤座よ、でかした。この間名前だけじゃどんなやつかわからなかったからな。これで名前と顔が一致します。早く見せろ。この柱が噂の風岡義三です。思ってたんと違うけど確かに鼻は高い。こいつ日本語話せるんか。戦いに言葉は必要ない。うるさい、お前は誰よりめっちゃおしゃべりだろ。さあ他のやつの写真を出せ。薄いてっぺんハゲトランじゃないか。風呂上がりはカッパです。おそらくこいつは強そうです。おじさんかよ、毒を使えるやつもいるみたいです。5分で倒せる。そんなに時間がかかります。一度はその毒食らいそう。弱気ですね、残念。あ、ここにいたのか教授郎。俺が倒しました、無惨様。で、耳はこいつか。やけに生きてんな。アマテラス三つ子は思った以上にボインです。どうでもいい。残る二人はどんな柱なんだ。おかっぱのしょっぱない。なんだと名前が一郎で、まさかの女の柱とは。名付け親が斬新。柱の特徴は把握できた。名前とイメージが全然違うな。ですね。やっと会えたな、風岡義勇。なんだこいつ、誰のこと言ってんだ。お前まさか上弦の3なのか。赤子座り、赤子座り。やはりお前は日本語が話せないようだな。もう柱の名前は全て把握している。こちらも上弦の鬼の名前は入手してる。俺の名前を覚えてるか。お前は風岡義勇。名前もろくに読めないようだ。アホな鬼か。俺の名前なら言えるか。ほら薄いてっぺん、てめえぶち殺そう。赤子座りの癖して、それって一体何なんだ。お前の名だ。バカかお前ら、漢字読めないのか。赤子座りじゃないのか。赤座と読むんだ、覚えとけ。悪いが俺らは騙されない。そうじゃないわ、畜生。俺は教授郎を倒した。俺は上弦の陸を倒した。六だろバーカ。ならばこいつの名前わかったのか。わあ、アパ磨きだろ。その名はウケるな、クソダサい。正解だわ。ならばお前はこの名前読めるか。キムチはプサンだろ。上司の名前も読めないか。嘘だろ、鬼舞辻無惨かよ。殺されるわ絶対。今日のところはこれぐらいにしてやろう。こっちのセリフだ。また会おう、勇む。いや、だから誰なんだよそいつ。アマテラスミツコは無視された。藤川ミミ、邪魔だ、どけクソガキ。これ名前違うな。赤座、柱の名前、私に嘘を教えたな。お前の墓を用意した。無惨様、お許しください。他の鬼狩りの名前を入手してまいりましたので。ならば最後のチャンスをやろう。耳飾りの鬼狩り、
カモンタンオサムロ、カモンタンは浅草で一度で食わしたな。鬼になった妹はカモンネマメコというそうです。兄弟名字違うのなぜだ、おかしいだろう。ところでその手の漢字は何？薄いてっぺん。それ言いたいだけだろ。他に読み方あります。逆ギレすんな愚か者が、墓入れるぞ。他の鬼狩り火災線勝る、くちばしペースケ。鬼狩り名前がむずすぎる、お前も解明したろうか。赤座ビンドゥンドゥン。ビンドゥンドゥンはやめてください。せっかく考えてやったのに。じゃあもう一度だ。お前も解明したろうか。右早見赤田主。どうして名前を難しくする必要があるんですか。柱に負けたくないから。これで最後だ。これからお前の呼び名はな、赤田オブジョイトイ。ちょっと待ってください。赤座のままで大丈夫です。グダグダ言わずに進めろ。あとは女の落花生かなを。読み方変だろ。それでは行きましょう、ご一緒に。かなをわわわ。赤座よく聞け。お前ふざけとるな。それなら私の本当の名前を読めますか。私は完璧生物だ。お前の名はハマジ。合ってるよな。いや、墓入りたい。合ってます。もう一度柱の本当の読み方を調べてこい。柱にお前わっぱ磨きと呼ばれてたぞ。ひどいね、妖怪みたいだ。赤座殿は？俺は赤子座り。草、弱そう。漢字読めるか？もちろんだよ。この柱は何と読む？仕方ないね、教えてあげよう。この漢字は宇治茶のうと読む。知ってるわ。の髄円髄の髄だ。これで名字わかったね。これは天ぷらの天で、最後は元禄の元ね。なるほど、少し勘違いしてたみたいだ。じゃあこの柱の名前は何？薄いてっぺん。頭悪いのかな。話聞いてたよね。気づけばこの名を言わないと苦しくなる。何の病気だ？頼む、助けてくれ。柱の名前を二度と見するのは許されない。なるほど、ご愁傷様です。万世極楽郷。なんだそのいかがわしい宗教は。赤座殿、まずは基本的な漢字を勉強しよう。これは読めるね。バカにすんな、一だ。正解。じゃあ次、この目の数字は何と読む？四か五だろ。まさか今まで俺を下に見てた。この先ずっとだ。幸せ者だね、バカ鬼は。二なのか、俺より上なのか。所詮君は三じゃん。赤座殿は俺より弱いんだよ。くそ、とにかく今は柱の本当の名前を急がなければ。読み方を教えてくれ。本人に直接聞けば。一つ質問していいか。なんだ。お前の名前は風岡義勇ではないのか。お前には言わない。頼む、俺の命に関わるんだ。そうか、なら教えてやろう。俺の名前は風岡義勇だ。イエホー。無惨様、柱の名前を確認したところ、最初の読み方で大丈夫のようです。そうか、今から産屋敷のところに出向くぞ。鬼仏寺、今日は何の用かな。すでに柱の名前は把握している。把握している。聞かせてもらおうかな。お前が母音の
アマテラスミツコで、母音じゃない方のやつが牙城しのぶ殺したい、シマウマ柄のちび柱が色黒しょっぱない、黙れ、やっと会えた噂の福岡義勇よ、頭を隠すな、お前の名は薄いてっぺん、だからハゲとらんわ、横取りするなよ、思った以上にクソでかい悲鳴に仰天、やはりお前はどう見ても男だ、当たり前だろうが、名前は藤川耳だよな、見た目に反して可愛いな、どついだろうかクソガキ、情報の速さに驚いただろう、そのまま続けて、お前子供か、君も子供だよね、時すけなし一郎、僕ってそんな名前だっけ、忘れちゃった、最後は風が戦った柱をドカンと言ったれ、あいつは確かに強かった、忘れぬ煉獄教授の鬼舞辻だけ全滅、教授郎の名前しか合ってないよ、おっしゃやった、大小僧大小僧、お前には失望した、大小僧出てこい、生きているのは分かっている、薄いてっぺん、お前がな、風岡義勇、おいっす、柱とフレンドリーに挨拶するな、産屋敷よ、今日は何の用だ、実はね、私たちの上弦の鬼の名前はすでに把握しているよ、把握している、何だと、情報がなぜ漏れた、言ってみろ、君が半ば天狗か、そのおでこ大丈夫、お主もな、君が魚の子玉子か、てめつぼに蹴ったのか、織姫、あら悪くないわね、私のお兄ちゃんの名前は義勇が少し読み方迷ったみたいだ、間違えるなよな、太郎かそれとも尾子太郎、ビビエビ、黒毛和牛か、鬼舞辻は牛まで鬼に帰れるのか、どこからどう見て牛なのか、武作法だな、赤子座りがなぜ立っているんだ、首座ったのか、よちよちハイハイ、ふざけるな、それより頼む教えてくれ、どこいるんだてっぺん、てっぺんに会いたいようだね、会いたい、てっぺんが足りない、これでは術式てっぺんができない、わっぱ磨きよ、マジでクソアロータ、ピカピカに磨けよ、子供に興味はないんだよ、女がいい、確かあの時この中の誰かが鬼舞辻無惨をキムチはプサンと言ってたな、ドイツだ、出てこい、ぶち殺せ、覚えとけイサム、赤座はどこへ行った、彼ならもう戻らないんじゃない、逃げ足だけは早いやつだ、それとお前たち名前全然違うぞ、義勇、こちらも逃げたようだね、赤座、無惨様、柱たちの名前の読み方を間違えていたこと、どうかお許しください。赤座、よく聞け。正直柱の名前などどうでもいい。クソほど興味ない。今更ですか。俺がどれだけ漢字に苦労したと思ってるんですか。歯向かうのか？いえ、もっと無惨様にとって有力な情報を探してまいります。早く行ってこい。